カシオ年をオ1月1日から2012年5月15日は日本の実業家、カシオ計算機創業メンバーのカシオ4兄弟の一人。4兄弟の役割分担では開発を担い、カシオミニなど数々のヒット商品の開発に貢献。カシオ計算機会長を務めた東京府東京市京橋区出身。子供時代にトーマスエジソンの電気を読んで触発され、 発明の道に進んだ。昭和の発明王の一人で、生涯で、共同名義のものを含めて313件もの特許を取得した。1940年に、電気学校を出て、低心賞に入賞10代の頃から研究人筋で、モールス信号の送信の研究に青春を捧げた。1946年、低心賞を体感し、兄、 カシオ・タダオのカシオ製作所に参加する。1957年、カシオ計算機の設立に際し、兄弟と共に創業メンバーとなり、取締役技術部長を務める。1988年より会長、2011年より名誉会長を務めた。カシオ計算機では、カシオの名を広めた、世界初の個人向け電卓であるカシオミニ、デジタル支給時計の G ショックや、 デジタルカメラを一般化させた、QV-10 の開発にも深く関わった。1984年、男女法賞を受賞。2007年、東京電機大学から名誉博士号を授与された。没後の2013年に、東京、正常の自宅の一部を用いて、カシオの業績を記念した、カシオ年用発明記念館が開設された。また、自宅庭園部分の一部についても、 正常四丁目発明の森として公開されている。カシオ計算季設立時の社長である、カシオシゲルは父、カシオタダオ、カシオカズオ、カシオユキオは兄弟である。四兄弟は大変仲が良く、カシオ四兄弟、カシオ四兄弟、電卓四兄弟などの異名を取った。後年、ユキオは、電卓四兄弟という本を出版した。2015年により、 カシオ計算機社長を務める歌詞、オアヒロシ、公益財団法人カシオ科学財団評議員長やカシオ計算機取締役専務執行役員を歴任したカシオアキラ、カシオテクの取締役や公益財団法人カシオ科学財団評議員カシオ計算機執行役員上席執行役員 CS 本部長を務めたカシオ哲夫アオイにあたるカシオ科学振興財団理事長や カシオ計算機執行役員、上席執行役員ホーム、私的財産統括部長、コーポレートコミュニケーション統括部長、営業本部国内、営業統括部副統括部長などを務めたカシオ隆は息子にあたる。カシオ年男人と、その生涯、カシオシオ発明記念館 AB、正常にカシオシオ発明記念館世界初の小型、純電気式計算機など、 一般公開。二子玉川経済新聞。https コロンスラッシュスラッシュ a n o i k o t a m a k e i z a b i z スラッシュヘッドラインスラッシュ673スラッシュ2018年7月7日閲覧。市民緑地一般財団法人世田谷トラスト、街づくり歌詞を27年ぶり社長交代長男の 和弘氏が昇格和ズ氏は会長に日本経済新聞2015年5月13日付、ありがとうございます。